コーギー・サイジェンは、セネガル出身のプロバスケットボール選手。ポジションはセンター。身長211センチメートル、体重108キログラム。NBA のアトランタホークスに所属している。高校は、ウェストバージニア州のハンティントンプレップ高校に留学。高校通算で、平均15.2点、12.6リバウンドの記録を残した。この、セネガルの逸材に、 マーシャル大学、コロラド大学、マーケット大学、そしてルイビル大学などの関係者がリクルートに訪れる中、ディエングはカリスマ 1C、リック・ピティの率いるルイビル大学に進学。ゴール下の守護神として活躍し、2013年の NCWA 王者に貢献した。NCWA チャンピオンを引っ提げ、ディエングは2013年の NBA ドラフトにエントリーを表明。 21位でユタジャズから指名されたが、同じく14位でジャズから指名されたシャバズ・ムハンマドと共に、ミネソタ・ティンバー・ウルブズが9位で指名したトレーバークの交渉権の交換で、ウルブズに交渉権が移動し、NBA デビューした。ルーキーシーズンは苦しんだが、終盤戦にニコラ・ペコビッチが怪我で離脱したのを起きにチャンスをつかみ、2014年3月20日の ヒューストンロケッツ戦で22.21リバウンドを記録し、ウルブズ史上初の新人選手の20得点20リバウンドを記録した。2016年10月31日、ティンバーウルブズと4年6400万ドルで契約を延長した。2020年2月5日に、アンドレ・イグダーラが絡む大型トレードで、メンフィス・グリーズリーズへ移籍した。千二十一年三月十六日に、 グリズリーズと契約のバイアウトに合意し、FA となった。2021年3月29日にサンアントニオスパーズと契約した。2021年8月9日、アトランタホークスと契約した。セネガルのナショナルチームで2014年フィババスケットボールワールドカップに出場し、6試合で平均16.0点、10.7リバウンドを記録した。 ゴーギーはムスリムであり、事前活動に熱心で、2015年にゴーギージェン基金を設立し、母国のセネガルの医療を改善するための医療機器や、備品などの支援を提供してきた。2019年、彼は、オフシーズン NBA ケアコミュニティアシストアワードを受賞した3人目の選手となった。アフリカ出身選手にありがちな個人能力に頼った、プレースタイルではなく、フットワークに優れ、 ミドルシュートも得意とする。コートビジョンにも優れ、パスアウトも上手い。また、高校時代は平均7点にブロックを記録するなど、ディフェンスの能力も高く、リバウンドの能力にも優れている。NBA オールルーキーチームセカンドチーム、2014年。ありがとうございます。